大見ゼゼ藩主、本田康義の七、男として生まれる。慣英六年に高取藩の第十二代藩主、上村家教が休死したため、その末期養子となって家督を継いだ。幕名により、外国戦到来に備えて、境警備を担当する一方で、安政二年に桜田門番、竹橋門番に任じられ、十二月には御所造営の奉行を担当し、 文久元年には、和田総門番、馬場崎門番に任じられるなど、諸役を歴任した。文久三年には、天中組の辺で天中組と戦い、勝利した。源氏元年二月、大阪カバンに任じられる。慶応四年の母親戦争では、新政府に組みして、京都御所の警備を務めた。慶応四年を売る四月十四日、養子の家壺に家徳を譲って隠居する。 明治18年4月に、聖五位にジョイする。明治19年4月に、検証のりまさに任官し、明治21年9月には、大和神社の宮寺となった。明治29年10月8日に死去した。去年60。書籍安城府大三河上村氏の研究、宮崎人氏領長2021。ありがとうございます。